どうも。どうも、ジェニーです。どうぞよろしくお願いします。ということでね。聞こえてますか？届いてますか？っていうことで。ちょっと毎度ながらまだオープニングがないので、まあ、出だし、とりあえずこう届いてるかどうかっていうのをこう、まずは確認しなければいけないという、ところからスタートなんだけど、これは届いているのかっていうね。そうそうそう。まあ、いうことで、今日ちょっとね、やっていこうかなっていう、動いてるぞ、なかなかちゃんが。生まれそうみたいなね、これ。うちの妹が、まあ、ちょっと、まあ、5回人、3人目ってことで、まあ、今度ね、まあ、女らしいってことで、まあ、俺が全力で守ってやるぜっていう、まあ、そういう思いはね、まあ、しっかりもう持ってる。自覚あるよ、みたいなね。そうそうそう。入れよう、クソあげ。どういうことやねん、これ、マジで。もうちょっとね、言い方あるよ、だって、やりまくりですね。まあ、まさに生産に入りましたっていう、松野恵子の2016か、っていうことになるわけなんだけど、そうそうそう、2017か、ブヨコって、まあ、なんでブヨコって、なんでブヨ決定やねんみたいな、これ、そうそうそう、おじちゃん、お口くしゃ、おーい、おーい、母さんポリデントっていう、これ、お母さんポリデントちょうだいっていう、マジで、そう、女の子は嫌われたらもうその瞬間終わりなんで、もうしっかりとそこはね、ちゃんと、もう、なんて言うんだろう。頼りになる、かっこいいおじさんっていうね、イメージをこう、すりつけていこうっていうね。実の、幼少の頃から、物心つく前からね。そうそうそう。まあ、いうことで、腐ってなんで腐って、もうインディウムがいつの間にか孵化して、あ、マジでっていうね、お帰りって結構難関行ってね、肩やっちゃったみたいな、もうな、その他にとって難関ほんとね、なんか鬼門みたいな、特に多いね、そうそう、何の話多いってことで、まあ、今日はね、ちょっと、まあ、リアルダビスター、まあ、元祖リアルダビスターとして、まあ、ドワンゴさんがね、今日、なんかもうちょっと なんていうの？生放送でいいのかな？配信があったらしいっていう。毎日お風呂入らなきゃ入るわけないだろうって、それ。もう、毎日風呂入るとか、なんかトイレ行ったら手洗うとか、都市伝説だからマジで。どうせ君らもう絶対そんなことしてねえからっていう。肉が、なんだよこれ。感じが見ない肉何これって、遅い、まあちょっとね、やってますっていう、そうそうそう、立ち見てあるわけないだろうって、これ、どうもー、クルーさん、園田競馬と、佐賀競馬で個人馬主やってます、チェルミンです、どうぞよろしくお願いしますってことで、まあ今日ね、ちょっとニコ生さんでも、公式放送か、リアルダビスタやってたようなんですけども、まあこちらちょっと元祖のリアルダビスタで5年前からやってますってことで、今年もね、新馬に名前つけてもらってます、よかったらコミュニティの掲示板見てってねってことだよ、これ、そうそう、頼むねろって、もうちょっとやらして、あと1時間だけやらしてっていうね、そうそうそう、マジかって、そう、マジですってことで、なんでまあ、ちょっとパイセンとして今日の配信を、まあちょっと振り返るっていうか、まあ、ちょっとね、振り返っても爆笑ってどこ笑うとこあったみたいな、そうそうそう、いうことでね、よかったら名前つけててね、どうぞ、あ、落ちちまった、これ。大事なところ言えなかったみたいなね、そうそうそう、いうことで、まあね、本当今日、繁殖牝馬だっけ？もう、配信、まあちょっとね、すいません、パケットの都合で、あんまちゃんと全部は見れてないんだけど、どうなんだっけ？なんか、今日決めたんだよねっていう、その他、かの、川崎五一です。誰だよ、それ。川崎五一さん、どなたですか？公式ネタパクってね。こっちだよ、マジで。こっちパクられたの、これ5年前からやってんだけど、みたいな。5年も前だっけ？これ30の頃からやってるよねっていう。そうそうそう。リアル参加してきました。みんな真面目に考えた。血糖値、結構来てもらう。あ、そうなんだ、マジでっていう。それはいい子。やっぱね、参加、まあね、まあ確かにね、そのね、ニコ生のリスナーはね、基本的にね、いい子が多い。真面目な子は特に競馬ね。そうそうそう。しんちゃん繁殖は、もう、牝馬募集中みたいな。牝馬募集中よろしくみたいな。そうそう。誰の許可得て放送したか。ドワンゴさんにお前、毎月525円払って放送させても540円か、今。そうそうそう。松の2017。ね、繁殖牝馬募集中っていう。そうそうそう。クルスカイ来ました、臭いです。ちょっと匂ったごめん、みたいな。インターネット超える臭さ、みたいな。そうそうそう。アドマイ美人ね、やっぱりそれ言ったか。まあ、黒船だから、ね、高えんのかっていう。そうそう。高知競馬4レース、あと3分で締め切るぞ。何時までやっとんねんって、これもう、もう9時過ぎてるよっていう、そうそうそう、死ね、もう端的、もう端的すぎるこの愛情のなさっていう、これ、そうそう、ね、なんでネトラジとかは、マジもう無理なんで、聞いてる人誰もいないよっていう、そうそう、モーリス・ジェンっていうのこう、買う決心をして、モーリス・ジェンって言っても、まあ、再来年か、まあ、モーリスがどう出るかだよね、もうぶっちゃけ言うと、まだスクリーンヒーローのその繁殖能力？
にどこまで書けるかっていうところになるけどね、その、まあ、第2、その、2代目に入っても残るのかっていう、買うくらい出せってことね。じゃあ、コントアートシーってことね、これ。どうも皆さん、ジェヌインです。どうぞよろしくお願いしますので、どうぞよろしくお願いします。ほんとね、これ、今日ちょっとね、あの、先輩として、リアルダビスタ先輩としてやって、何なんだよ、この臭いとか、これ、マジで。公式なんか、公式で今日、繁殖品場の購入、リアルダビスタの、まあ、あの、ちょっとね、まあ、先輩として俺がちょっと、まあ、コメントしてこうかな、みたいな、そう、ルーラーシップの子供だと走るぞって。まあまあ、あの、ただね、逆に、もともとね、ルーラーシップの子供はね、誰がゴキブリやんだから、誰がゴキブリやんって、これ、そう、キモクはない。もうキモいとか臭いとかね、そういうあのね、いじめ過去悪い、あの前園がね、昔言ってましたっていう、そう、だから自分がちょっとね、なんかあのいろいろちょっと事件起こして過去悪くなっちゃったみたいなね、そう、こんな社長嫌、バカ一生懸命頑張って働いてますよってね、そう、なんだこの顔はっていう、なんだ君はみたいなね、そうです、私がジェヌインです、名前だけ覚えて帰ってねっていうね、そう、なんだ知る単位じゃないか、もうほとばしってますかみたいな、これね、相手がいねえよっていう、そう、臭ぐっと滑る、ぐっと滑る、これ。どこが臭い、どこが臭い、名前は、場面はスマイルオッパイロで2年前から言ってるよねっていう。まあ2年前から俺それ無理だよって言ってるよねっていうんだから、そう。カサカサ、誰がゴキブリやんだから、誰がゴキブリやんってこれ、そう。春亭って、あ、ちょっと、だからテザリングだからごめん、ちょっとこれね、スマホのテザリングなんで、あの、無理なものは無理ってことでね、ごめんなさいって言うと、そう、スマイルフラッシュってことで、ありがとうございますって、そう、ここまで台本、別に台本じゃありませんよ。何人とこれ積んどんねんみたいな、そう、ってことでデスクトップっていう。まあちょっとね、映すところは、まあない、まあちょっと誰か繁殖今のリストもしね、ブーンってなんだよこれ。なんか出たこれ。ローカルハードディスクのバックが見つかりません。知らんがなっていう。そう。会社の従業員何やの。まだ退職者だ。幸いなことにいませんよっていう。そう、イケメンなわけないか。まあ、イケメン、ブサメンですけど、でもそれなりに頑張ってるよっていうね。そう。恐怖は入るわけないだろ。だから、風呂、だから、この部屋に公式で風呂なんて使ったことは一回もないっていう、これ。そう。臭いから早く左向いて、左向いて行ってますっていうね。そう。木村パケシはね、しちゃうから、あの、動画流せないんだけど、そう。てか、あの、どこまで、あの、ドワンゴさんは許してくれるんでしょうか、その、ね、配信的なものをっていうね、そう。前、従業員3名いたはずっていうね、まあ、3名かな、もうかなり分は増えてるよ。相当ね、あの、雇いまくってますよ、そう。繁殖品場買うんだ。公式すげえなっていう。ね、なんか繁殖行くらしい。まあ、リスクはでかいよね。かつその繁殖品場が、そもそも売られてるっていう、ところで、あの、まあね、その繁殖能力大丈夫かっていうところからなんだけどっていう。そう。だから、一発狙うんだったらやっぱりね、そのまあ、初子出てない馬っていう。社長さん頑張ってね、頑張ってるよ、ヘネシー入れてみたいなね、どこの国の人ですかみたいなこれ。そう。残った馬は58、60、70。あ、なので、リストをね、ちょっと見たいんだけど、リストの URL ある、リストの URL。あ、なんだっけ、あの、ほら、あの、馬一 .com 的な。今回どうしたまた故障は。いや、あの、まあ、リアルダビスタ先輩として、ちょっとまあ、公式の配信にね、ちょっとまあ、あの、物申すとか、まあ、別にそれは普通にコメントさせてもらおうかな、みたいなね、そう。どんだけ金かかるんだよって気がするけどね。まあ、でも、どうなんだろうね。俺もまあ、正直、まあこれまた情けない話なんだけど、大井競馬が何もそれに対して言わないっていうね、一番繁殖っていうのはリスクが高くて金かかるっていう、もうすべてのもう要は、厩舎関連の人、普通に話やったら止めるっていうね、ありがとうございますってことでね、そう。なのに、やっちゃってるっていう状況を、もうだからもう関与したくないのかなっていうね、そう。地方画面サンクっていうの。あ、これ、お、ちょっとでかいやつじゃん、これ。ちょっとなんかリストになって、もう PDF これ何メガかかると思ってんだよって、これマジで。そう。しんちゃんの会社ってやっぱブラック企業なんて多くたんだから。それね、あの、会社の社長に対して聞く言葉じゃないよって、これ。頑張ってそのブラックならないよ。ホワイトな企業目指してますっていうね。そう。固定返しちゃいけない貧乏マジ。言うな、それを。だから言うなって言うんだよ。今皆さんは、あの、馬主というそのピラミッドの中の一番下の暖房世代見てますみたいなね。そう。しんちゃんうるさい会長と黙ってた。だから、ボリュームを自分で調整できませんかみたいな。ボリュームコントローラー、右クリックみたいな。そう。今日何の配信、今日ね、まあ、リアルダビスタ先輩として、今日なんか配信が、あの、あったらしいんだよ。その、公式で。で、それで、まあ、決まった等数、50、60、67、69、72か、の、なったらしいから、まあ、その辺ちょっとね、まあ、コメントしとこうかな、みたいな、そう、上から目線。まあ、パイセンだからやっぱね、5年前からやらさせてもらってますから、その辺ちょっとしっかりとね、出していこう、みたいな、そう、アーティストね、ちょっと、どうしよう、これまた同じもので、こう、なんか PDF 開かされたら、もう本当死んでしまうんだけど、そう、やっぱ競馬場によって、買う馬違うのっていう、ある、
気がいいとこついてる。うん。やっぱり、園田とかだと、まあ、小回りだから、まあ、その AP インディー買ったらもう終わるし、で、まあ、大回りだな、まあ、AP インディーも行けるなっていう、まあ、パイロとか、うん、そういうとこも行けるよねっていう、まあ、どこでなってるかっていうのは、まあ、確かにあるよねっていう、そうそうそう。やっぱり、パケット潰し、パケット潰しってことで、パケット潰さないのないのないしってことで、ありがとうございました。そうそうそう。種付けどうするかだろう、簡単に買えるもんなのっていう、繁殖品場は買えれる、買える。うん。種は買うのは大変よ、人気は。すぐブックフルになるし。まあ、それなりに牧場を抑えないと、普通に種回ってこないから。うん、そうそうそう。どれ？どれなの？これ。なんか、URL がちゃんと見えないから、これは、これでいいのかってのもわかんないんだよ。これ大丈夫？これ。おぉ、これもうちょっとクリックしよう。うん。言われたくっていう。うん。あ、そうそう、これこれこれ。こっちを見たかったんだよ。そうそうそう。上から松の、マソズテック、夏目、どういうことだねっていう。どういうこと、どういうことだね。マゾステックな、やつめ、何の話なんだから、これ。2回読んだけど分からなかったわっていう。そうそうそう。買えなくても庭先でどうにかするみたいだから、骨はありそうっていう。庭先はね、歩けば全然、買えるから、誰でも。うん。だから、まあ、っていうかね、何が生まれてくるか分かんないからね、これね。誰そもそも確保できるか分かんない状況で、まあ、何を想定して買ってるのか分からないんだけども、まあ、非常にリスクがあるところを狙ってますね、というところは、まあ、あるでしょうと。そうそうそう。で、何番だっけ？もう一回なんか何番かをもう一回教えてくれると嬉しいなっていう。そうそうそう。今、報道ステーション見てるから音量抑えて、だからその、自分のボリュームコントローラー変えられませんかみたいな。そうそうそう。種の話ね。そうそう。種は、だから確保するのは繁殖品は並みに難しいけどね。うん。並にというか、まあ、ちょっと、繁殖品はもうそもそも出てる場しか買えないんだけど、まあ、人気の種、例えばサウスビグラスもそうだし、何だろう、そもそも何をつけようとしてるかによるんだよね。うん。マジで。おう。だ、種によってはもう、そら、スポット、なんだろう、その、要は、株で買ってるわけじゃないでしょ？うん。要は、なんだろう、人株みたいなね。ちょっと買い方もわかんない。50から70を見てて、あ、そうなんだ。で、そこで何か、上位で決めるんじゃなかったっけ？上位で決める、なんか、投票関係かなんかで決めるっていう話なかったっけ？それで。うん。松の種はありません。ということなんだから、俺の種は、ある。ただ、本来の形ではなく、ティッシュにくるまれて捨てられている。それだけ。マジで。おう、そこを考えてみたいな。もう50が7で、全部やんけだから、全部やんけっていう、そうそうそう。58、69で67、67にありがとうございますって、ちょっと、まあそこをちょっと言ってこうか。うん。ちょっと書くところがないんだよな、今、これ。メモの、58、PDF かよ、マジで、ハゲチョビンが、これ。ちょっと待って、これね、どっかコメント、これね、コピーしとこうか。おう、コメントをコピーしとこう。うん、そうそうそう。加速ってことで、消すなったからね。そうそうそう。遺伝子も抜けて、どういうことなんだから。DNA はちゃんと刻まれてる、これ、松野家のね。そうそうそう。使う後ろの女の人、誰だ配信中後にして怖いこと言わない、怖いこと言わないでっていうね。そうそうそう。じゃあちょっと見ていこうか。うん。孫悟プラス、あ、ジャイアントコーズで行ったんだ。うん。これは、これ何こっちは。配合、主母場面。配合してんのこれ。配合で不自体か、まあ、関係ないか、じゃあ。ジャイアンツ構造行ったんだ。いきなり来たね。おう。そうそうそう。しんちゃんの種おいくらって。また、待ちかねわしみず、待ちかねわしみず。おう、そうそうそう。いい加減回線行けた。回線、だ、もうね、固定回線って何みたいな。おう。もう、そしたらもう、ほんとでも、干からびるまで XB を見てますよ、みたいな。そうそうそう。おう。50なんだっけ ?58。うん。58。これちょっと、ケット見る。結局これ見るのか。うん。結局これを見ることになりましたっていうね。58。うん。58。これか。うん。ソングプラス。はいはいはい。おう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 。なるほどね。ヌレーフ持ってんだ。おじじやん。はい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 。まあ、ダートっぽいっちゃダートっぽいよね、これね。うん。ただ、ジャイアンツコーズでね、意外とそのストーリーキャット出てこなくて、スピードがないよ、そんなにね。うん。そうそうそう。あとはあそこは、ジャイアンツコーズウェイじゃない、コーズウェイっていうね、そうそうそう。ただ、ジャイアンツコーズでも使い道がコーズウェイみたいなね、そうそうそう。使い道がコナイズウェイみたいなね、そうそうそう。いうことでね、このまあ、ヌレイフが、まあ、ポイントになりますね。ヌレイフのクロス持ってくると、まあ、ダートっぽくより出るからね、まあ、ポイントになるかなとは思ってるけどね。そうそうそう。大ファンです。松野のことを応援してますっていうね。ありがとうってことでね。俺も頑張ってね。ちょっと必死にかじついてでもまだ続けるよっていう。そうそうそう。滑った構図です。滑った構図だ。言うなって。滑ったって言わなくていいからっていうね。そうそうそう。認めなければ OK っていう。うん。で、この子は初子なのこれ。子供は繁殖性が出てますと。うん。岩手6勝。ね、ブラックタイプ見れば大体わかるから。岩手入着2000現役。これは中央か、ネオユニつけて、はいはいはい。ネオユニして、ほとんど芝っぽく出そうとしてるね。そこでじゃあダート持ってきました。なんでこれなんだろう、これ、ちなみに。うん。
なんでこれ選んだっていう。で、0点ってどういうことだよ、もうね。せめて、なんか3点ぐらいつけてくれ、みたいなね。頑張ったでしょ、つけてみたいな。そうそうそう。なんか繁殖、どうなんだろうね。これ、芝っぽく狙っていって、ネウイに捨てご、捨てご、ネウイに捨てご、ネウイにネウイで芝っぽく狙っていって、で、どうしたのっていう。うん。そうそうそう。え、全身ピンクに塗って出直してこいっていう、どこの競争にそのまま出るねみたいな、なんか、内田ジョッキーですかみたいな、ピンクマンみたいなね、そうそうそう。いうことで、これに何をつける、これ、つもりで買うのわかんないけど、まあ、これが決まりじゃないのかな、まだ。本決まりではないのかなっていう。うん。これね、チャラつこって、まあ、これちょっと俺だったら、あんまり、そんなにピク、ね、まあ、全然ちょっと新品来ないみたいな、そうそう、しんちゃん公式のゲストに呼んでもらったらっていう、もういいや。この白装束でね、どうやって移動するのかしらみたいな、そうそうそう。まあ、先輩としてね、まあ一応、まあ、配信者たるもの配信を通して、みたいな、呼ばれたら全然ね、喜んでいきますけど、もう、しっぽかいってね、ぜひぜひ、みたいなね、そうそうそう。で、次は60番、ムーンシンフォニー。うん。デジタル化、あ、これいいね。うん。ボケにブランドタイム持たせると、もうこれ相当ダート硬いから、これいいよ。よくいい選んでると思う。うん。そうそうそう。お前も土下座して金子誠にゆきちゃん言ってもらって、土下座で譲ってもらうんだったら喜んですが、マジで。足でも何でも舐めますよって、マジで。そうそうそう。しんちゃん公式出たら即ブラウザバックするのどういうことなんだから。ブラウザバック、もうそこは連打してなんか視聴率上がってますな、この、なんか、この支援みたいな。そうそうそう。夜でも左は臭いもん。そんな左は臭いわけが、ほんまや。これはね、どうにもなりませんけどね、そうそうそう。で、公式は誰が出たのっていう。誰が出たんだろう。まあ、してんのね、園部さんだっけ、園田さんだっけ、園部ダビスタの作者、あとは全然、だいぶ知らない人ばっかりです。うん。ちゃっとみたいなね、そうそうそう。この前、グランフロント大阪にいなかったっていう。グランフロント大阪ってどこだっけ、グランフロント大阪ってどこだっけ、梅田のどこだっけ、どっちだっけ、グランフロントって奥の方だっけ、いや、通ることもあるよ、マジで、あの辺も。眉間に鼻くそついてる。誰つけたのみたいな。やめて、そういうなんかいじめみたいなね。そうそうそう。これいいよ、マジで。うん。ブランタイムあるから、まあ、ロベルト。これで、あ、いいね、ストームキャット持ってんじゃん。うん。ロベルトパワー、ストームキャットでスピード。この、まあ、母系が結構いい位置持ってるよね、っていうところにデジタルだから、まあ、無難に、パワー問題なしだから、まあ、ミスプロのクロス狙っていって、まあ、44ぐらい ?44 ぐらいの、うん。4×4 ぐらい狙っていくくらいでいいかな。あとはま、ちょっとハイペン。だから、これだと俺だったら、まさに俺だったらゴールドヘイローつけるわ。一番ぴったりよね、これね、マジで。うん。ゴールドヘイロー。まあ、種付けるも100万ぐらいだからね、お手頃かな、みたいな。そうそうそう。園部さんと中央の馬主と両爪の人って、あ、そうなんだ、中央の馬主って誰？うん。まあ、知らんだろうけど、そうそうそう。この前ハローワークで見かけたよっていうね、ね、ちょっと職探さなきゃみたいなね、そうそうそう。お前のダバ軍団どんな感じっていう。いや、順調っていうか、まあ、怪我してるやつはほとんどなんだけど、まあ、去年のシンバね、二度とも故障しちゃって、まあ、そのまま今療養中。で、今年デビューのシンバは割と順調。うん。かなり期待してる。まあ、しかもね、ちょっと安く買えたんで、これはちょっとありだなって、マジで。いい感じですよって、そうそうそう。会社に戻るときに、マスオにいた人を見たんだ。マジでっていう、これかけてよみたいな、おーいみたいな。そうそうそう。ケットから走る指数を計算できないって、ケットから走る指数来たーってことで何がみたいな。そうそうそう。ケットから走る指数、指数まではできないけど、ただ、主要な街、ロベルト、ストームキャット、ミスプロを持ってるから、まあ、俺だったらもうこのね、いや、アグレスデータのハイペリオンをいじりたいから、やっぱり。うん。で、やっぱそこは、まあ、同じくハイペリオンな、プロパイドこうやりそうって。まあ、それは生まれてみないと分かんないんだけどね。生まれてその形見て俺らは買ってるから、まあ、確実性は、まあ、このね、反射機も買うよりは高いんだけど、まあ、ゴールだったらゴールドヘイドつける。うん。ゴールドヘイドつける。間違いなくね。種付けも多分確保できるし、種もね。と、あとは67。これか。シュシュブリーズ。うん。なるほどね。富士奇跡買ったんだ。クリスエスか。同じロベルトでもね、ブランドタムの方がいいんだよな、こっちは。そうそうそう。ティンパ。って感じ？
他、兄弟何が出てんの？兄弟。ん？兄弟は？ん？三区出てんのこれ、三区、繁殖期も見方わからんな、これ。うん。三区出てんのかな、これ。え？お前と細川たかし間違えた。どんだけハゲとんねん、これ。どんだけハゲは交代しとんねんって、これ。そうそうそう。渋い。あ、さっきのなんだっけ、60の、これか。60の、あ、これ。うん。兄弟ね、繁殖成績。月のうさぎ一生、なんか、あ、いいんじゃない？これ。うん、現役で勝ってて、美人の鏡、石川二生。あ、いいんじゃない？これ勝ち上がってんじゃん、どれも。うん、これ確実性高い、これマジ。これ全力で行くべきだよ、これ。そうそうそう。てか、あなた誰ですか？ ジェリンジス、どうぞよろしくお願いしますって言ったら、名前だけ覚えて帰ってっていうね。そうそうそう。でも、ダイナフェアリーの系統。あ、そうなんだ。さっきの？うん、戻るけど。俺60、これ確実性相当高いと思うよ。うん。あれ全力で行った方がいいんじゃない？まあ、あと順番だよね。競りだから。おう、60前半だからね、頑張っていったらいいと思うんだけど。そうそうそう。買おうって。まあ、俺は買わないけど。俺はちょっと、その、繁殖牝馬買えるほど。おう、まあ、ちょっと財政が、みたいな。まあ、牝馬はね、買いたいですけどっていう。そうそうそう。シュシュブリーズ。うん。あと、これちょっとね、まあ、新品来ないなって。今日は何食ったって。何も食ってんよ、だから、俺。おう、今日さっき納豆が、まあ、明日出張だから、納豆を食った。おう、腐ってしまう。もう、納豆だわ。もうすでに腐ってるんだけどね。そうそうそう。まあ、一応納豆食ったよっていう。うん。お生に金出してもらおうぜっていう。なんか、コラボできたらいいよね。なんか、まあ、別に金が欲しいわけじゃないんだけど、だったら、ちょっとこう、どうせね、同じ、まあ、公式と非公式はありますけど、ね、しおけば盛り上げていこうぜって言って、新馬買ってみんなでこうリアル旅してやろうぜって、同じことやってんだからね。そうそうそう。出張どこ行くのって。出張は、あれ、名古屋、京都、大阪。おう、日帰り。そうそうそう。宮崎じゃない、宮崎じゃない。うん。どこ、ベトナムで、なんでベトナムやねんっていう。ベトナムは、確かになんか親会社のなんか支社があるけど、まだそこに行かんな、みたいな。その納豆イコール君、同じぐらいの価値だね。どういうことやんだから。なんか、まあ、納豆臭がなんかふわっとね、来るときはあります、みたいな。そうそうそう。でもさ、ニコ生の出演者のマルシってすごい、のばかりだと。あ、そうなんだ。ニコ生の出演者のマルシ、誰っていうね、そもそも、ちょっと、まあ、聞いてもわかんないかもしれないけど、その、フィリピンパブ。なんか、マルシっぽい、マルシ、馬名っぽい名前で、こう見るとね、そうそう、フロハイロね、プロバイドみたいなね、そうそうそう、マヤって、マヤに会うわけでね、仕事だよ、仕事っていう、そうそう、韓国サンバ買おうっていう、まあ、メリットがね、あんまり、うん、感じないなっていう、そうそうそう、俺見てないからわからんけど、ジャスタウェイのマルシとかっていう、あ、そうなんだ、ジャスタウェイか、ジャスタウェイ。まあ、ジャスタルのマジね、誰だっけっていう。うん、そうそうそう、スパイキルが。スパイキルで悪くないよ、マジで。おう、選び方ちゃんとしなきゃいけないけどね。そうそう、大阪なんかもしよかったら、飯でも食えたらよかったので。残念、ね、ちょっとね、もうほ、通り過ぎるだけ。マジで。おう。名古屋行って、大阪行って、その次京都行かなきゃいけないから、もう一気に帰らなきゃいけないっていうね。そうそうそう。黒木が仕事だわって、だから。そうそう。松さん、オーナー社長じゃないんだっていう。オーナー社長ってどういうこと？おう、あ、俺が？いや、俺も持ってる。まあ、これ公開情報だから別に言ってもいいんだけど、俺も35%持ってる。うん、ただ、100%ではない。うん。お金が、まあ、ないっていうところもあるし、まあ、その、なんだろう、戦略的な資本提携的な感じ。おう、なんで、そこはもう業績伸ばすための、ね、施策ですよ、みたいな。そう、名古屋君の接待する。マジで接待されちゃうかしら、みたいな。ただね、さっき言ったように、名古屋行って、大阪行って、京都行って、そのまま東京っていうね。おう、もう通り過ぎるだけ、みたいな。そうそうそう。年収いくらって。まあ、ちょっとそれは、原点ちょっと言えないんですけど、はい。まあ、言ってしまうと、馬の資格はまだ満たせないです。はい。残念ながら。なので、会社の資産価値を上げて、さっき言った俺もオーナーの部分があるから、もうそれで、まあ、他の馬主さんもそうですよねって、資産価値で勝負みたいな、足らない練習部分はねっていう。そうそうそう。まあ、あと SBO とか。うん、そうそうそう。近大学にバナナの皮したけどね。じゃあ、近大で、滑ったみたいな。滑った、誰が滑ったよ、これ。誰が滑ったよ。そんな滑りに行くわけないだろう、みたいな。そうそう。京都か飯食いに行こうや。何も行く。京都行って東京みたいなね、これ。瞬時にみたいな。そうそう。高知の最低条件で、もう20万とかすげえよなっていう。そうそうそう。だから、高知で相当儲かってる。うん。マジで。なんかね、まあ、これちゃう、もう、元も身も蓋もないけど、高知とかでね、今だったら、馬主、ドワンゴやりますってやった方が、まあ、お金の部分もいろんな部分で報われたのかなっては思うけどね。そうそう。よう貧乏な。バレちゃったみたいなね。そうそうそう。何時東京に帰るのって。まあ、仕事終わったらすぐだよ、だから。うん。もう、トンボ帰りですよってね。そうそうそう。泊まるほど、まあ、うちの会社もまだまだこれからですからっていう。で、67、ちょっと続き、これ続き。
で、69。これか、パイロ。おー、パイロ行ったか。パイロに、ミスプロか、キングマンボ。おー、何つけるんって感じだけどね。AP インディー持ってくると、つけづらい。これ、サンデーとの相性もあんま良くないし、何つけるんっていう感じはするけどね、これ。おー、5分前ね。ありがとうございますってことで、そうそうそう。何つけるんやーっていう、そうそう。出張の内容は何なのっていう。まあ、一応商談ですよ、一応。はい。まあ、頑張ってね、売り上げ上げなきゃいけないんで、0から1に、もう、0から1を作るのが、まあ、社長の役割なのかな。そこから、まあ、あと、10人、100人っていうのは、もう、社員が頑張ってやったらいいっていう。そうそうそう。69は、ディスクリートキャットの種付け権付け。あ、そうなんだ。種付け権もついてんだ。うん。まあ、ディスクリートキャットの、が何っていうのが、まあ、多分、ストームキャット系かなっていうね。それはなんかスピードありそうでね。そうそうそう。フリオスとかディープスカイ。がどうしたっていう。うん、それがどうしたみたいな。そうそうそう。まあ、その辺も結構人気だからね。要するに枕営業かって。枕営業で仕事取れたらもう何歩でも寝るわっていう。そうそうそう。出張の新幹線で X ビデオ見ろ。だ、どこに回線があるんだよって。だから、回線は繋がんないよね、あれね。そうそうそう。2000万をゼロにしたことがバレちゃったみたいなね。そうそうそう。ただまあ、この、これ何、そう、シボパー何つけるとか、そういう話は出てなかったの、これ。うん。これちょっとね、何つけるんだろうって、サンデーもきついし、まあ、ミスプロクロス持ってくるか、って感じなんだけどね、そうそう、リッチドルで接待かっていう、もうそんなピンク接待やるような会社じゃないですよっていう、そうそう、もうね、公明正大みたいなね、そうそうそう、また中国人に騙されたって、どんな願いやっていう、君のそのなんか俺に対するその中国人に俺がだから騙されてどんな願いやっていう、だから、そうそうそう、ショーバー落としてからっていう、あ、そういうことね、うん。でも、ある程度想定がないと、何つけるかの想定がないと、難しくねっていう。うん。そうそうそう。会社の資金を前に使わないでね、セキュリティさんみたいに。それは、もうそれやった瞬間に、もうすぐ、なんだっけ、横領だから。うん。それは安心してくれ、安心してくれ。俺も、そこまでは暴力しないから。うん。もう、馬は、馬。ね。仕事は仕事。うん。まあ、両方とも俺にとっては、なんだ、本業なんだけど、ちゃんとね、分けてやりますよっていう、そうそうそう、背任で逮捕。そうそう、そうなりますよっていう、うん、スマイル横領っていう、ね、どんな笑えませんけど、みたいな、そうそうそう、デスクリプトキャット、ありがとう、ちょっと見てみようか。うん、言われる100個。まあ、やっぱね、ストームキャットね。まあ、ストームキャット持ちっていうのはね、スピードがある程度保証されるからいいよ。で、あと、ニジンスキーのニアリークロスだから、その辺を意識した配合だと OK。これをつけるのか、バックパサーポイントね。うん。トムロルフ。まあ、ね、結構、こう、肩の立ったパワー系が出そうな、まあ、父に、これか。あー、悪くないかもね。いいかもしんない。うん。ただちょっとアメリカっぽすぎて、みたいな感じは、感じるけど。おー。どうなんだろうかみたいな。関口会長みたいに冠をハゲイチにしたっていう。別に関口会長ハゲイチじゃないよね。不採地だよね、みたいな。もう、なんか、自分の名前入れるとちょっと痛い馬主みたいになっちゃうから、まあそこはちょっとね、まあ控えようかなっていうので、まあ一応スマイル。まあ、ニコ生で一応、まあやらさせてもらってた時期も、まあ今もそうなんでありますんで、まあ一応こう、まあ偶然だけども、その冠つける最初つもりなかったんだけど、一応スマイルっていうのを、つけさせてもらいましたっていうね。そうそう、スマイル背任高校って、もう文字数オーバーだ。文字相場で登録できんわっていう、そうそう。発射者の中央なんだろうかっていう。地方らしいよ。多いけば。うん。だから多いの、その馬サークルも、もうちょっとね、やるんだったらちゃんと支援してやんないと、繁殖品ばっかって、まあ、いつ走らせるんだよっていうところと、その種付け？もう、富士山になったら、その1年どうすんねんみたいな。そうそう。従業員で馬主やってること知ってる。知ってる。うん。馬乗ってるし、まあ俺はその、ちゃんとその Facebook で報告して、皆さんっていうか、仕事用のね、うん。で、社員にも見せてるから。うん。そうそう。パケット節約しろ。まあ節約はね、しないとね、ちょっとどうにもなりませんみたいな。そうそう。富士の馬主はネーミングセンスゼロって。あ、そうなんだ。ロジユニバース？まあ、どうでしょうみたいなね。そうそう。まあうちも、まあ一応皆さんから場面募集して、みんなで、まあ、アンケートで決めてもらってるんで、まあそこはね、俺は全然濁ない。まあ俺はあんまセンスないからね、そういうのね。そうそうそう。この話を漢字読めないけど、お1分ってことね、1分でしょうかって、お難関マジでビグラス天国って。まあ、難関ね、軽いババも多いのかな、まあビグラスだよねっていう、まあ地方全体もそうなんだけどね、そうそう、2歳馬を買うって結構あるみたいな。あ、そうなんだ。トレーニングセールだっけ確か。俺も聞いたことがあるっていう、そうそう。で、スマイルチャイナメダルっていう、また持ちそば残念っていうね、ことで、おつんこあげてよね。まあ、追枠はじゃあちょっとまた、続きをやりましょうかしらっていうことで、よろしいかしらみたいな。今回、冠外した。いや、冠はしばらく続ける。ちょっと中央とか、何か
の節目でそれをまた考えるかもしれないけど、一旦はスマイルの冠で、まあ、ちょっと元祖を、行きますってことで、お次、なんだよ、次は、そんな冷たいこと言うなよって、これ、よろしくお願いします。